フェルディナント・カール・ベクトル・フォン・エスター=エステは、イタリアのモデナ公国の支配者、オーストリア=エステ家の公子。イタリア語名は、フェルディナンド・カルロダス=エステ。モデナ公フランチェスコ4世とその妻で、サルデーニャ王、ビットーリオ・エマヌエーレ1世の娘である、マリア・ベアトリーチェの間の次男として生まれた。フェルディナント・カールは1848年革命の時期、オーストリア軍人としてイタリアとハンガリーの戦場で戦い、最終的には陸軍中将にまで昇進した。さらに、オーストリア軍第26歩兵連隊の連隊長でもあった。また、オーストリア皇帝、フランツ・ヨーゼフ1世の即位をプロイセン王国政府に知らせるため、ベルリン宮廷に特使として派遣されている。ブルノに滞在していた時に気分が悪くなり、チフスに感染していると診断されたが、姉、マリア・テレジアの看病も虚しく診断からわずか5日で、急死した。28歳の若さだった。遺骸は、モデナのサン・ヴィンチェンツォ教会に安置された。1847年10月4日に、シェーンブルン宮殿において、同族のハンガリー宮中伯、ヨーゼフ・アントン大公の娘でまた10枚にあたる、エリザベト・フランツィスカと結婚し、間に娘を一人設けた。フェルディナント・カールの死後、未亡人エリーザベトは、同族のカール・フェルディナント大公と再婚した。ありがとうございます。